ヒューネックス。ドラマティッククリエイト。エフェメラル、ファンタジーオンダーク。いいよ、始めようか。見つけた。姿が見えなかったからもう先に行ったのかと思ってたんだけど、実験室に行ってもいなかったから迷子になってるんじゃないかと思って、見つけられてよかった。君の学園生活のサポートは僕の役目だから。まだ二日目なのに不安だったよね。一人にしちゃってごめんね。こっちだよ、行こう。ん？どういたしまして。おお、来たな。よかったな、ナギ、そいつ見つかって。うん、さっきはありがとう。どこにいるかわからなかったから芝に君の匂いを少しだけ辿ってもらったんだ。まあな。
便利よね、犬の嗅覚って。犬じゃねえ、狼だ。でも急いで来たのに残念ね。今日の授業は自習ですって。無視！人間科学の授業を受け持ってる先生が別件の後処理に追われて来られないみたいなの。大方どっかのバカがやらかしたんだろう。うっかり他生徒の血肉をすすっちゃったとか、魂を食べちゃったとか、どれかしらね。結局全部食ってんじゃねえか。大変よね。退学で済めばいいけど。最悪、存在そのものを消されちゃったりしてね。どうせやるなら完全犯罪でやればいいのに。一時の気の迷いでその後を棒に振るとかバカよね。私この授業好きなのに、今日は受けられないなんて残念すぎ。そうか、俺は自習の方がいいけど。シバは勉強苦手だものね。お前みたいに出来のいい頭してねえからな。やだ、わかる。いや、お前に言われるとすっげえ腹立つんだけど。いや、だってナギと一緒ならレポートの代筆頼みやすいかと思って。最低な理由ね。うっせえよ。いや、お前はなんで人間科学を選択したわけ？人間に興味あんのかよ。そうなの？え？それって人間じゃなくてナギに興味があるんじゃねえの？そう聞こえるわよね。そういうエリカはどうしてこの授業を選んだの？あら、話を分かりやすくそらしたわね。違うよ、純粋に聞いてるの。どうせいつか人間の魂を食う時のためとかそういうのだろう。やだ、シバ大正解。いいわよね、人間の魂。美味しいって話だし、いつか食べてみたくて。
前さっきから食うことばっかだな。女は食べることが好きなものよ。ね。楽しい時間だった。何が授業を受けられなくて残念すぎだよ。めっちゃ楽しんでたじゃねえか。シバ、まさかとは思うけど、その気持ち悪い喋り方、私の真似？もしそうなら、あんたのこと黒魔術で消してやるけど。あ、俺エリカの真似なんて一つもしてないなあ、アナギ。そうだよな。おっと。大丈夫だよ。なんだよ、いたの？悪いな、全然気づかなかった。お前、誰に謝ってんの？って、ああ、ナギか。見えなかったわ。もっと存在感強く出してくれねえと、こっちが危ないからさ。はは、違いねえや。いいから。僕は大丈夫だから、何も言わないで。心配かけてごめんね。でも本当に平気。ナギ、平気か？平気だよ。ありがとう。そうね。やっちゃえばよかったのに。お前は笑顔で何言ってんだ。僕はいいんだ。いつものことだし。透明人間は階級が低いから、あんなの別に珍しいことじゃないよ。いちいち怒って余計な揉め事を起こすのは僕にとって不利だから。ああ、俺もそれ前に担任から力説されたわ。ま、表向きはってことなんだろうけどな。
お前だってやられただろ、初日にさ。ゾンビだってだけで、侮蔑の視線と言葉を投げかけられたじゃねえか。この学園で表立った階級差別は禁止よ。でも、強い者が弱い者を淘汰するのはこの世の断りだから、先生の目がないところじゃ、今みたいなのは全然あるし。今日人間科学の授業が潰れたのだって、結局はそういうことなのよ。見えないところでは、もっと陰惨なことが平気で行われてたりするわけ。あ、大丈夫よ。あんたには手出しなんてさせないから。私の大事な友達だもの。しっかり守ってあげるからね。なあ、今の。前にもナギに突っかかってきた奴らだろう。前回の試験の順位でナギに負けたこと、ずっと根に持ってんだよ。くったらね。今のところは、命に関わるような嫌がらせを受けてるわけでもないし。だから、本当に大丈夫だよ。僕のために怒ってくれてありがとう。それにしても、どうせ決まりを作るなら、もっと徹底してやればいいのにね。そうすれば、あんなバカがのさばることもないのに。でも、決まりとして階級差別を禁止してくれてるから、僕もここで、普通に授業を受けられるんだ。小さな嫌がらせはあるけど、それでも、僕はその決まりに感謝してるよ。この階級差別禁止って、今の理事長が作ったんだろ？確か、自分も階級が高くねえから、階級が低い奴の気持ちがわかるとかなんとか。理事長も透明人間なんだっけ？うん、すごいよね。透明人間の階級は本当に下位の方なのに、世襲制でもなく実力で理事長に就任されるなんて。僕もそんな立派な透明人間になれるよう頑張らないとね。まあ本当にいるのか若干眉唾もんだけどな。この学園の理事長の姿、ほとんどの奴が見たことねえんだってさ。俺らの担任だって、この学園に100年以上勤めてんのに、一度も見たことねえんだぜ。いくら透明人間だからってずっと姿が見えないなんて、ミステリーよね。そこまで来ると本当に存在してるのか疑問に思えてきちゃう。ねえ、そういえばさ、次の授業、レポートの提出があったよね。シバ、ちゃんとやってきた？うおあ、マジかよ、やってねえ。そんなことだろうと思った。
どうかした？